シンフォーニーは、モデルビューコントローラーパラダイムに従った、ウェブアプリケーションフレームワークで、PHP で書かれている。symfony-project.com というサイトは2005年10月18日に、立ち上げられた。シンフォーニーは、ウェブアプリケーションの開発と保守の効率化を目的とし、よく繰り返されるコーディングを代替する。ユニックス、Linux、 MacOS、Windows で動作し、利用するには Web サーバと PHP の他パッケージ管理に Composer ーーを利用する。オブジェクト関係マッピングとしては、p リ i p p l e と Doctorin をサポートしている。s y フォー o n y はモデルビューコントローラーなどのよく知られたデザインパターンを採用しているほか、依存性の注入による必要オブジェクトの解決を行う。また、 ルーティングには設定ファイルで行う方法のほか、アノテーションなどを利用することができる。Spring レームワークや Ruby On Rails などの他の Web アプリケーションフレームワークに影響を受けている。また、以下のような PHP 関連のオープンソースプロジェクトの成果をフレームワークの一部として多数利用している。シンフォーニーのスポンサーはフランスの選手オラブスである。このため、初期の名称は 戦士をフレームワークであった。そして、各クラス名には、戦士をフレームワークの頭文字である、SF というプレフィックスが付いているが、オープンソースのフレームワークにすることが決まり、議論の結果プレフィックスをそのまま活かせる、シンフォーニーに解消された。他にも多数のサイトでシンフォーニーが使われている。シンフォーニー点零世代では、フレックスという構成ツールが標準で利用されるように、 なり、必要な機能をレシピとして構成するようになった。HTTP メッセージのやり取りに集中したマイクロフレームワークとしての利用も可能になり、それに伴い、マイクロフレームワークサイレックスの開発が終了となっている。ありがとうございます。